美味しいものいっぱい食べられるから。でも一番の楽しみはプレゼントがもらえること。確かにバーバラが言ったことは全部本当だよね。親戚にも会える、美味しいものをいっぱい食べられることもすごくいいけど、でも私がクリスマスが大好きなのは大事な出来事を祝うからなんだ。え、どういうこと？他にも何か忘れたの？そうだよ、クリスマスは世界でも特別な日として祝いするんだよ。え、よくわからない、ちゃんと説明してくれる？最初はね、神は天と地、そしてすべてのものを創造した。そしてマリアは天使に言われたことに対してすごく喜んだ。あ、そうよね、誰だってこういう大事なことを言われたら喜ぶよね。それとイエスはナザレで生まれたの？違うよ、その頃全世界の人口調査をせよと直営が皇帝アウグストから出た。そこで人々はみんな登録をするためにそれぞれ自分の町へ帰っていった。他の子族も戻ったの？ヨセフとマリアはどこへ行ったの？ヨセフとマリアはね、ベツレに行ったよ。マリアがいたとがベツレにいたとき、出産の時期が訪れた。
イエスは神の意志により全人類を神様から救うために広めた。その子は神に使う子。確かに彼は普通の子ではない。彼は私たちの救い主。そうだよ。彼は神についていろいろ教えていた。だから遠くに住んでいた人々も彼のところに会いに行った。生涯罪を犯していない。そして神はいろんな兆しをやってみせた。兆し？どんな兆し？そうね、ある日イエスは大勢の人たちに神について語ってた時にも日が暮れて周りは何もないところで人々はお腹を空かせていた。え、それで？それでイエスは5つのパンと2つの魚を手に取り天を仰いでそれを祝福して増えた食料を弟子たちに渡して群衆に配られた。すごい。他にも何かやったの？そうだよ。イエスはその他にもいろいろやってみせた。彼は誰にも害を与えず、それでも親しい信者に裏切られて捕まり、本当の理由なんだね。クリスマスはとても大切な日なんだって分かったよ。そうだよ。イエスは私たち一人一人のために十字架にかかってくれたんだよ。今から父の涙っていう音楽を流しますので、ぜひみんな聴いてってください。